皆様こんばんは、ささやき女官アクアです。本日お届けするテーマは生理の歴史ホロコースト編です。以前に生理の歴史という動画を作成しまして、こちらの動画が大変好評でしたので、今回はナチ占領下の強制収容所における過酷な状況の中の女性たちが月経とどのように向き合ったのかというお話をしてみたいと思います。第一次世界大戦に負けたドイツは、戦勝国が取り決めたベルサイユ条約によって巨額の賠償金の支払いを命じられ、重要な産業地帯を取り上げられ、経済も社会も混乱していました。1929年の世界恐慌によってドイツの経済は大打撃を受け、失業者が街中にあふれます。人々の不安や不満は頂点に達していました。そのような社会不安を背景にして、アドルフ・ヒトラーがナチ党を率いて政治の表舞台に現れます。ヒトラーは、ユダヤ人こそ我々の敵だ、不幸の原因だと叫び、人々の憎しみを煽りました。殺人を目的としたアウシュビッツ収容所がナチ占領下のポーランドに作られ、他にも5カ所の絶滅収容所が建設され、ヨーロッパ全土から貨物列車に詰め込まれたユダヤ人が次々と送り込まれました。アウシュビッツなどの収容所に着くと、人々は直ちに選別されました。子供や老人らの多くは労働力として利用できないものとみなされ、ガス室に送り込まれました。それはシャワー室と見せかけた部屋でしたが、裸にされた人々がそこに入ると、生酸殺虫剤のチクロン B が投げ込まれて殺害されたのです。若く体力が残っている者は労働力として選び出され、髪の毛を剃られ、腕には名前の代わりとなる番号を入れ詰めされました。彼らは粗末な食事しか与えられず、朝から晩までの奴隷労働や監視の暴力などで力尽きていく、そんな状況でした。そんな状況下で月経はあらゆる意味で女性たちの日々に影響を及ぼしていました。多くの女性たちにとって人前で出血することは恥であり、処置する際も不快でした。生理用品はもちろん、体を洗う水もないし、下着もないのですから。しかし月経によって性的暴力を免れた女性たちもいたことは救いでした。強制収容所のような支配体制下の環境というのは、人間の団結性が破壊するため、極めて孤独な場所になる傾向にありました。しかし月経は収容者たちの間に絆や団結を生むこととなったのです。例えば、家族を殺された後に所長を迎えた少女たちを多くの年上の女性たちが助けました。年長者は少女に与えられた下着のスリップを引き裂き、小さな手ぬぐいを作り、それを使った後には洗い、マットレスの下に置き、そしてそれを乾かすことを教えました。そしてそのボロ布を大切に扱うよう言いました。収容所内でボロ布は貴重なので、大切に扱い管理していかなければ盗まれることさえあるからです。一方で、月経と同じく無月経もまた女性たちにとって大きな心配の種だったのです。実はホロコーストの歴史の中で、ナチスによって強制収容所に入れられた女性の 98% が無月経または月経期間の停止に苦しんでいたことが知られています。収容所に入ると女性囚人は形のない服を与えられ、頭を剃られました。栄養不足で体重が減り、腰と胸のふくよかさを失い、髪も失った女性たち。彼女たちはさらに、女性の象徴である月経までも失うことを恐れました。本質的な女性の機能である月経が停止することによる心理的影響は大きく、特にこの時代のユダヤ人女性にとって、それは苦悩に満ちたものでした。一言で言うと、月経は社会における女性の役割を定義するものでした。多くの女性は自分の無月経の状態が母親になる可能性の喪失であると考え、同時に無月経は当時のユダヤ社会における彼女らの役割を脅かしました。ユダヤ教では母親は出世を通じて立法を追い、次世代にユダヤ教を定着させる責任があると説いており、母親としての義務を果たせないとき、
この時代の多くのユダヤ女性は彼らの宗教や文化から隔離されているように感じたのです。また当時ドイツでは出生率が史上最高で、それというのもナチスのプロパガンダは多くの女性に家父長制社会を教え込み、より多くの子供を産むべきであると信じ込ませました。女性は実際に望む以上に多くの子供を産むよう奨励され、女性を生殖機械として形成し、積極的な教化を通じて女性を訓練し、そうすることで報酬が与えられました。なので解放された暁には子供を産む、それは多くの若い女性たちが収容所にいる間持ち続けた希望だったのです。しかしながらヒトラーの最終解決の主な教義の一つはユダヤ人を断種することでした。ある意味男性より女性の方がそうでした。ナチスの強制収容所に投獄された女性の約 98% が無月経または月経期間の停止を経験したという事実、これは一体何を意味するのでしょうか。重度の栄養失調とこの状況下の生活による精神的な負担、そのために無月経になってしまったというのは確かにもっともらしい原因です。しかし本当に原因はそれだけでしょうか。収容所に到着した日にたまたま月経があったある女性は列から引き抜かれ、生理を終わらせる錠剤を飲み込むことを余儀なくされたと報告しています。また別の月経があったある女性は未知の注射を打たれました。アウシュビッツの厨房で働いていた別の女性は、女性の生理を止めるために穀物のような非常に薄いピンク色の化学物質をスープに追加したと説明しました。このスープは女性の囚人にのみ配布され、男性には配布されず、警備員によって消費されることは決してありませんでした。ほんの数人の月経が止まらなかった囚人女性は時々スープに加わられた何かに気づき、それを食べることを拒否したようです。残念ながら何年も経った今、使用された化学物質が何であるか、または未知の物質が女性の体にどのような生理学的影響を及ぼしたか知る方法はありません。ただナチス収容所での化学物質の使用に関するさらなる証拠は、ホロコースト直後のニュルンベルク戦争犯罪裁判で提示された文書で発見されました。例えば1942年の会議では、知らないうちに不妊手術につながる方法を見つけ、そのようなスキームを考案するための実験をアウシュビッツで行うことが決定されたとのことです。ラーヒス・フューラーはアウシュビッツ強制収容所が人間と動物の実験のために自由に使えることを約束しました。米国食品医薬品局は1960年にホルモン避妊薬を承認しましたが、実はその何年も前に当時のドイツの管理下にあったいくつかの研究所では人間のホルモンを合成するプロセスを発見しており、またエストロゲンやプロゲスチンなどの女性ホルモンを非常に大量に生産していました。ホロコースト中にナチスの強制収容所に投獄された女性の月経の突然の停止は、長きにわたり栄養失調やストレスによる影響とされ続けていましたが、新しい理論として一説では、子供を産む能力を損なう食品供給における合成ステロイドの投与によって引き起こされたと言われています。そして解放後の生存者には長期的な影響がありました。インタビューを受けた女性のほぼ全員は希望する数の子供を妊娠したり出産したりすることができませんでした。調査結果は承認された197の妊娠のうち少なくとも48が流産、13が死産だと報告しています。生理の歴史ホロコースト編、いかがだったでしょうか。ホロコーストの恐ろしい犠牲はまだまだ闇に埋もれて分かっていないことも多いのではないでしょうか。そんな恐ろしいホロコーストを生み出したナチスの出現から衰退までの流れ、そして背景にあった戦争と世界情勢について、とても分かりやすく学ぶことができる動画としてこちらの動画をご紹介させてください。赤い皇女エリザベトはオーストリア皇后エリザベトの孫娘であった女性です。この時代多くの歴史は男性視点で語られますが、あえて女性の視点で語ることを意識して作成した動画になります。よろしければぜひご覧ください。リンクは説明欄にございます。
本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画をお楽しみいただけましたら、いいねのマークを押してくださいね。また、チャンネル登録とベルマークの通知設定の方もよろしくお願いいたします。皆様とまたお会いしたいと思いますので、ぜひまた囁き旅館の館へお越しくださいませ。